ओम सहना भवतु सहनो सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनामधीतमस्तुवाविद्विषावहै ओम शांति 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 हरि ओम। असतो मां ओम असतो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय आविराविर्मयेभिः रुद्रायत्ते दक्षिणमुखाम् ते नमः पाहि नित्यम। कमी समा ही जिस जाई करा जिस जाइए मिची भी ते गुदासा मुची नो कुराया नि करा चिश्की नो हिकारिये मिची भी ते गुदासा シーからウシへ導いてください。我々の中にお入りください。あなたの優しい顔で我々を守ってください。オームシャンティシャンティシャンティありよ。ओम शांति 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 हरि ओम। जो देना करता जो हियर ओके मितामर सान はい、おはようございます。おはようございます。あけみさん、あけみさんです。おはようございます。おはようございます。おはようございます。我々は勉強していますね。聖典、ウパニシャッド、バガヴァッド・ギター。目的は何ですか？うん？もちろん一つ答え、悟り。ですけれども、それぐらい高い目的のこと言わないで、もうちょっと、普通のレベルで何の目的で勉強してます言ってください。
悟りの、これはすぐ出ます、悟りですけども、アイディア悟りが何ですか分からなくても、目的は悟りはすぐパッと答え出ます。ですけれども、それ言わないで普通の考えで、何の目的で勉強してますか。例えば、自己なくとフリーを言うてね、やむなくてインポートになったんだと。それで、例えば、三田村さん、はい、アンミュータイ、何の目的で勉強してますか。いっぱいありますが、一つは。いっぱい。例えば、リストがいっぱいですか。リストいっぱいあります。例えば、怒りとか、怒りとか、アンガー、怒りとか、とか、執着が少なくなるように、うん、一つはそうです。もう一つを、もう一つ喜び、平安が長く続くようにです。わかりました。 OK、 それから本田敦美さん、アンミュートして。はい、おはようございます。おはようございます。幸せになるために、平安を得て幸せになるために。うん、それから美智子さん、はい、ありがとうございます。私は、私はって皆さんと同じですけれども、毎日の生活を静かに平安で豊かに生きるためです。みゆきさん、みゆき上原さん、はい、ネガティブな言い方だと、苦しんだり悲しんだりしたくないです。で、もちろん皆さんいろいろ目的で勉強してますだけではなく、インドの哲学を勉強したい、その目的もありませんか。インドのいろいろこれ高い哲学がありますから、それも勉強したい、それ一つも目的。日本でインド人、日本語でインドの哲学のことを話し、それもちょっと珍しいですから、それもちょっと興味あるかもしれないですね。で、いろいろ目的で。ですけれども、一つ目的はですね、大きな目的は気づき。宮古さん、宮古さん、はい、今だいたい準備してますね。はい、気づき、これについて我々一つ本のいろんな言い方ありますから、気づきは大事。聖典一つ大きな目的ね、皆さんの気づきのためにいろいろ説明しています。良いお母さんのお父さんも、ね、子供たちにいろいろ気づきのことを言っています。良い先生も貴族のことを言ってます。例えば何ですか？気づき。何が幸せの方法？何が苦しみの方法？何が毒？
何が甘露ですね。我々のチョイス、我々は何を飲みます？甘露を飲みます。どこを飲みます？ Shall we eat poison or shall we eat nectar?それは、聖典のキーな目的は、皆さんの気づきのためにいろいろ説明です。This is the path of happiness. This is the path of 幸せ。And this is the path of stress, 心配、恐れ。Then it is your choice.自分のオプション、スレア、あれ、プレイヤー、前ありますか、そのこと。本当の幸福、あれ、本当は苦しみ。どちらの方法。これが聖典の話の説明の目的はそうです。我々の本当はそうです。そして、例えば、今まで、例えば本当は先何を話しました？ショウチャムですね。ショウチャムについて我々いろいろ話しましたけれども、それの話の前、説明の前、それについて気づきはどうでしたか？例えばそんなにありましたか？例えば中の美しい inner beauty、outer beauty、 inner beauty のことを聞く人、あんたは初めてそのことを聞いてます。その可能性ありませんか？今まで外のビューティー、外のビューティーとても、ビューティー、ビューティー、外のビューティーの、ビューティー、ビューティーです。そのビューティーは何ですか？外のビューティー。中のビューティー、外のビューティー、それがちょっと皆さんのイメージが出ないですね。普通のビューティーだけ使ってますね。綺麗、美しい。ですけど、初めて、イナービューティー、アウタービューティー、内側ビューティー、外のビューティーは、初めてそのことを聞く人いないですか？いるの可能性ありません？もちろん、ベダント教会の話前に聞いたことある人のために初めてではないですけれども、初めて聞く人を、例えば人もいるの可能性ありませんか？あります。そして気づきです。That there is something called inner beauty.それで比べますと、インナービューティーとアウタービューティー。比べますと、ね、それについても、比べるについて続き、気づきですね。それから、インナービューティーがもっと大事、アウタービューティーより、それについて気づき、大事ではないですか、人生のために。え？そして悟りずっと後のことです。これ、それは基礎的な、最初は基礎的なことです。で、最初は気づき、気づいて、それからチョイスが自分です。と同じ、我々は話しますね。これから、何でしょうか？メンタルポポッション、釘を、心のレベルで釘を、今日のテーマですね。それについて同じことです。それの前、私の質問があります。また。皆さん知ってますね。この宇宙の中に、一番素晴らしい創造、
神様に創造していますね。一番創造は何ですか？ What is the greatest creation? 創造ですね。と神様の一番創造は何ですか？ Which is the greatest creation? 神様いろいろ作りましたでしょ？風、光、動物、それから虫、人間、紙、いろいろ作りませんでしたか？いっぱいいっぱい。それの中に一番偉大な創造、何でしょうか？森岡さん。おはようございます、マハラージ。うん、偉大な。偉大な創造は何でしょうか？人の、人間の心ですか？最初は人間、それは人間の心後で出ますね。そのことを考えれば最初は人間。はい。ね。それで面白い一つ話あります。前それは、レイを使いました。キュウリオの店、知ってますね？皆さん、キュウリオ。例えばいろいろ国の昔のもの、その店から売ってる。給料の店。日本語で何言ってんの？骨董屋。骨董屋さん。骨董屋さん。見たことありますか？アンティークショップ。そうですね。アンティークショップ。見たことある？ありますか？入ったことある？ありますか？買ったことある？ないかもしれない。そうですね。ですけれども、いろいろ変ないろいろものを、その、外からも見ますといろいろ変。我々の見方で変。ですけれども、好きな人のためにとても、ね、これが大事、面白いですね。いっぱいあります。ある時、あるお客さん入りましたね。アンティークショップ。これ、給料ショップに入って、で、そのお顔さん見ました？すみません。向こうの持ち主は、向こうだけいましたね、その店の。で、持ち主は売ってます、いろいろ。で、そのお客様の質問は、この給料ショップの中に一番特別なものは何でしょうか？尋ねました。一番。ね。特別なのは何ですか？それはもちろん買いたい、その目的で尋ねます。と、そのおじいさん、ね、持ち主、いろいろいろチェックして、で、その店の一番面白い、一番特別なものは、私です。ものではない。私は一番面白いものです。どうですか皆さん？どうしてますか？どうしてないですか？ Do you agree? 我々一番面白いじゃないですか？いろいろタジマハール、中国のチャイニーズワール、ミッションのピラミッド。それ自分の比べてあまりみんな低いですね。Most important, most 面白いが自分です。人間です。Man is the greatest creation of the God. So in Bible, there's a quotation, God has created man of his own image. So, as if human being is an image of God.OK, そこまで皆さん大体知ってるかもしれない。知ってますね。次の質問がどうして ?Why man is the greatest creation? どうして人間は一番創造ですか？創造者の一番創造はどうして ?Why man is the greatest creation? リカ様、出ましたか？答えてください。
人間はいろんなものを作れるかと。OK、いろいろ、いろいろで答えは、本当はきちんと答えてください。きちんとですか？きちんと答えた。いろいろ今さんイメージ出ないですから。例えば。皆さん、これ皆さん考えて、英語でブレインストーミング。皆さん、ブレインストーミングしないといけない。ブレインストーミング、この言葉聞いたことありますか？ Why man is the greatest creator? Because only man can control himself. I'm not. I'm also in the class. Okay, let me ask first. Okay. Sure, yeah. So what is your answer? Man alone can control his mind. こっちからシャミディッボーナタニアの一つ答え出ましたから私言わない。ですから自分で、自分であなた言ってください。皆さん考えてください。皆さんに質問は多分質問するのが難しいですから考え、自分レベルで考えてくださいね。You must have your own answer、ね。自分の答え。あ、リカさん、結構時間あなたできました。どうぞ。考える、考える時間。人間だけヨガできますから。人間だけヨガできる。ヨガできますから、あなたヨガの先生ですから。はい。その答え出ますか？いや。あれ、早く言ってください。例えばあの、人間にとって必要なもの、動物にとって必要なもの、すべて存在するものを活用することができる。何ができる？それを生かす。もう一回言ってください。すべて存在するものを活用し生かすこともできるのは人間じゃない。考えそう、ちょっと。What is that? So the all the creation that God made that human can use, utilize.What? The human is the only one. What? Also What? Destroy as well, but the human can use and、What? Also make and improve that. 何？何？何って言われてもそのいろいろありすぎてあるんですけど、食べ物もそうですし、まあ、木とかも。Okay, it's a good answer.例えば人間はいろいろ作ることができる、うん、ですね。いろいろまた増やす、いろいろ人間はできる。OK、いい答えだと思います。それから、うんむてさんですか？あ、名前何ですか？雪原さんですね。雪原さん。おはようございます。皆さん。人間は頭で考えることができる。人間が頭で考える。皆さんの頭、動物もありますでしょ。それも考えもありますね。それが人間が何が特別ですか？考えて行動することができる？行動する、これが反応とは、これ、いい答えで、いい答えですね。それから、としこ今井さん、どうして人間の特別？おはようございます。おはようございます。人間は、そうですね、人に対して思いやりを持って接することができる。人に、愛、愛を持つことができる。愛を持って、お世話をしたり、接することができる。愛、もちろん動物の中にも愛もあります。ですけど、自分の、例えば子供、猿、例えば、
できますけれど、他の人、人間はそれ特別。動物を他の人にお世話しないんですね。自分の、でですね、子供とアップスクリームでできますね。それからいろいろ答えあります。皆さんすごく考えます。一つは、識別する。人間だけできます。動物のインテリジェンスあります。知性あります。絶対。識別はできないです。それ人間スペシャルではないですか？え？それの関係でスレアーとプレアー。オプション。識別するインテリジェンスあります。心もあります。ですけれども、識別はできないんです。もう一つ先言いました。デベロップ。例えば、リカさん言いました。発達する。人間 can develop ourselves。人間 can create、創造する。それもリカさん言いましたね。それもできる。But all are intelligence.But intelligence level が high ですね、人間。そのためできます。ですが、識別はできない。識別はできる。それが大きな違う。もう一つは、本当の器用の話の関係は後で言いますけれども、もう一つ大きな違うは何ですか？悟る。人間だけ悟るはできます。神様の悟るはできない。神様は悟りたいなら、人間の命で生まれないといけないんです。なぜなら、仏祖の天国のイメージが防護踏みです。向こうでいっぱいいっぱい楽しみの場所です。で悟りのために放棄必要です。楽しみではない。そして、悟りのために、ね、人間に生まれないと、人間の形で生まれないといけない。So in that sense, the Bible says, God created man out of his own image. God can be only realized by man, human or no man, human beings. 大きな違いです。それとちょっと高いレベルのこと、普通のレベルなんですか？今、キアの話。メンタル、さっき言いましたね、心のレベルで、何ですか？釘を。それの中に一つは何あります？これ、その中に、が何が、これ、ワッキャムですね。これ、17章の中に、ね、すみません、我々は心のレベルです。会話のレベルですね。会話のレベル、次は会話のレベル。最初は体のレベル、それ次は15は、ね、会話のレベル。今、会話のレベルで、ね、話します。会話のレベルで釘を。そして皆さん、今、ちょっと読んでください。どうぞ。アヌードベーガー、カランワーキャン。どうぞ皆さん、自分個人的なレベルで声を出して読んで唱えてください。アヌードベーガー、ワーキャン、サッत्यम प्रिय हितं च यत् स्वाध्याय अभ्यासनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते अनुद्वेग करं वाक्यं सत्यं प्रिय हितं च यत् स्वाध्याय अभ्यासनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते
リオ、翻訳読んでください。また、他人の心を苛立たせず、常に真実を語り、心地よく有益な言葉を語ること。はい。最初から。また、他人の心を苛立たせず、常に真実を語り、心地よく有益な言葉を語ること。そして、ヴェーダ聖典を規則的に学習すること。これが言葉の修行であり、苦行と言われるものなのだ。そう、苦行、例えば何ですか？言葉ですね。言葉ね。言葉ありますか？言葉。言葉が一つですね。これ人間スペシャルです。みんな動物のいろいろコミュニケーションないではないですけれども、とてもリミテッド、限度あります。例えば、クロ、カラス、ウグイス、ね、今結構聞こえますね、皆さん。それから、ゾウ、メムシ、みんな、あります。コミュニケーションの。音出ます。けれども、リミテッドではないですか？限度ありませんか？人間どうですか？アンリミテッドみたいです。限度はない。それで、コミュニケーションでいっぱいいっぱいできます。大事なこと、感じることね、感情、いろいろ哲学のこと、高いレベル、いろいろ種類、内容がいろいろ種類。で、それのために、その言葉、の結果は何でしょうか？すぐ見たいならね。言葉の結果を見たいなら、大きな、何が、図書館に入ってください。図書館に入りますとすぐわかります。言葉の力で何がアウトプット。本、全部それが言葉の結果ではないですか？それが特別な力が人間の特別な力です。So it's the greatest, one of the greatest gifts of God to us. 神様の一つ大きな贈り物です。人間に。Are you aware of it? それについては気づいてますか ?That God has given us one great gift that is 言葉。皆さんどうですか？どれぐらい気づきあります ?So we must utilize it. さっきリカさん言いましたね。使う。とても greatest gift、例えばあなたはとてもね、一つダイヤモンド。ね、あり持ってますと、パール。とても高い。あなたとても気をつけて使ってませんか、そのもの。ね、と言葉は、神様から一つ大きな贈り物です。ですけれども、我々もとてももったいないものです。ですけれども、how much we waste 無駄になってます、その力。それについて我々気づきはないんです。そして聖典のその話ね、からね、話のレベル、会話のレベル、言葉のレベルで釘をしてください。それ気づきのことです。
First time、初めて多分それは気づけてきます。おお、そのことありますか？Because this is a great gift from 贈り物、それを我々とてもとても考えて、考えながら使わないといけない。それが本当は大事なポイントです。で、会話のレベルで釘用の意味はそうです。We must utilize this great gift of God thoughtfully. よく考えて、その種類贈り物を使わないといけない。ですけれど、皆さん、絶対それについて気づきはないんです。そう、聖典はそれを我々ね、それ気づきをね、ことを我々に言ってますね。心のレベル、会話のレベルがとても気をつけて、それはその種類、何が感覚、ね、会話の感覚を使わないといけない。で、今、言葉をもっと補活的なイメージで考えてください。例えば何ですか、普通の言葉は会話のレベルで一つですね。皆さん、これすぐわかります。会話のレベルで言葉。で、あなたメッセージ送ってます。LINE、CHAT。それも言葉ではないですか？それも言葉です。ね。ですから今は、問題は、LINE がもちろんいいことありますけれども、その種類ソーシャルメディアですね。問題は、考えないで我々はメール送ってます。後で、公開ですね。公開出てます。どうして我々は突然そのメッセージを送りましたか？それがあなたは時々その種類出来事ありますか？その種類ケースありますか？皆さん、私はあまり使わないですから、わからない。どうですか？あけみさん、それがありますか？その種類？はい、よくあります。よくあります。最初はね、突然こと考えてすぐ LINE でね、ね、皆さんに言って、後で、あ、その意欲なかった。昔手紙だけ使ってましたね。手紙で本当は考えて手紙を作ってました。ね。それは昔のやり方です。で、今はそれではないですから、LINE とチャットいろいろで、それが問題です。We always don't write thoughtfully, send message continuously. 電車で行きますと、はい、すごいこの感じで、見て、はい、これびっくりしました。ばば、どうで、とっても上手ですね。隣に座って見るだけですから。で、みんなとっても上手。ですけれども、thoughtlessly, just coming,Receiving, dispatching, receiving, dispatching. No thought. He also should try. No thought. Continuously. This is not a wastage of the power of words. Wastage ではないですか？無駄ではないですか？気づきありますか？ This is another level.Next is, もう一つ会話のレベルは、reading。これも言葉ではないですか？ reading。本。その種類、何の種類本のあたり読めます？それも大事。とても浅い、深い。浅いものだけ、ね、本、漫画といろいろ、とても浅い。しますと人も浅くなります。あ、もし高い哲学の本を読みますと、心は全然、ね、高くなります。暴力の本、結構読みますと、周りの皆さん犯罪者、その想像します。
一杯多分私の隣する犯罪者かもしれないですね。例えばね、お化けの物語、いっぱい読みますと、夜になってすぐあちこちあちこち、ね、町の中に分からない、田舎に入りますすぐ分かります。多分向こうでお化けはいます。So, what we read that colors our mind, impact, na? If we read what type, any type of book, that has some impact, 影響ありますね。で、それも言葉ではないですか？で、今考えてください。今考えですね。考えも言葉ではないですか？ Can you think without any...Without using any words? 言葉は使わないで考えることできますか？三田村さん、はい、できますか？できない。考えなし、言葉なし考え。できる？できないです。できない。See、皆さん深い理解してください。どれぐらい言葉は大事です。When you are not talking, many people will say, I am practicing silence. 言葉の中に、ね、沈黙のあります。実践。私は一人でアパートに住んでますから、いっぱい実践してます。本当はそれが沈黙ではないですよ。ね、しょうがないですから、で、話してない。で、心でいっぱい話してます。外に話さないで、心にいっぱい話します。それは沈黙ではないですよ。沈黙は違う。言葉だけ言わないで、モウナムですね、沈黙。それがモウナムではないです。モウナムが何ですか？マナナム、神様のことを考える。プッスのことね、他の人に話さないで、神様のことを考えます。それがモウナムです。世俗的なこと、ビジネスのこと、仕事のこと、人間の関係のことを話します、考えますね。それも talking、ビロジャーノンデジのそのやつ、最高を目指して、最高を目指すのあります、ビロジャーノンデジ、その中にあります。ある人は、外で話せないでも、心のレベルでいっぱい話してます。何の意味？でいろいろ考えてます。と考えもちろん言葉はないと言葉以外は考えできないですから、それも言葉ではないですか。それ生命のレベルでそれも言葉です。皆さんどうですか、気づきありました今まで、ね、言葉はどれぐらい我々の人生の中にね、生活の中に、毎日の生活の中に言葉、What a great role of word! どれぐらい偉大なレベル、言葉のね、ロールありますね。気づきはないです。Just imagine how much、どれぐらいね、言葉と関係あります。それ毎日の生活について。ですけれども、we are not 気をつけてないです。So, Gita makes us aware of it. No, you should not do it. You must restrain. 抑制する必要です。Don't waste this great gift of God.、Huh? Don't waste it.Utilize it in a fruitful way. 使ってください。良い目的でそれを使ってください。それについてですね。で、例えば考えの結果は何ですか？言葉ですね。言葉と考えの言葉の、ね、例えば考え。良い言葉、話、今、理由を考えてください。いい言葉、プッスの言葉、悪い言葉。言葉、大体それ、
もし分けますと、ソロシュリではないですか。プッツの言葉。プッツの言葉って、例えばいろいろ。どうですか、体元気ですか、何を食べますか。で、これがプッツの言葉です。で、時々、まあ、その一つは仕事の言葉。いろいろ仕事。それ、そこは変えて4種類ですね。で、仕事の言葉、プッツの言葉、と良い言葉、ある悪い言葉。みんないろいろインパクト、例えば、プツの言葉のあまりインパクトないんです。ビジネスの言葉もプツ仕事でいろいろあまり。ですけれども、とても良い言葉。例えば、神様、悟り、瞑想、聖典ととても良い言葉ですね。それの影響、あもう一つは何ですか？悪い言葉。と悪い言葉は例えば何ですか？で、例えば暴力の言葉といろいろですね。汚い言葉。みんなインパクトが違う。それについて我々心の中にインパクトがね、心のレベルでその種類言葉のインパクトが違う。いろいろあります。例えば、あなた、二つね、これ、エグザンプルありました。一つ、サルビ。ある大学、インドの大学、我々は、2019年に、ちょっとベンガロールに来ましたね。その時、一つ、ヨガの場所ありました、エス・ビアシャ。向こうである学者、今、退職しましたけれども、昔の経験に行ってました。その、大学のクラス、一つクラスね、例えば、スチューデンツですね。と、二つグループを分けて、あるグループの学生に言いました。あなたは、勉強するの前、オウム、5分ぐらいオウム唱えてください。5分ぐらいだけオウム唱えてください。別のグループ、何も唱えるが必要ではないです。その2つグループ、結構続けて半年ぐらい、その後へ、まあ、チェックしました。チェックして何を結果出ました？オウム唱える人、そのグループ、集中はもっとよくできてました。あ、オウム唱えてないそのグループ、普通です。で、さっき、利用言ってました、一つ、スタディありますね、勉強、例えば、サルベイみたいですね。それがあるグループ、良い言葉、例えば、Yes, Jesus, 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 Chanting Jesus, あるグループ。あるもう一つのグループは、プッツの言葉。例えば、カバン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 、例えば。で、カバン、ずっとカバンを唱えてます。で、一つグループが、Jesus, Jesus, 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 神聖な言葉。もう一つは、カバン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 。結果は何ですか？だって、ジサス、ジサス、ジサス何回唱えたその人の忍耐のレベルが、我慢のレベルが高くなりました。リオ、it is okay? Huh? Yes, Maharaj. Okay. So, but the another level,were just カバンカバンカバン冷蔵庫冷蔵庫冷蔵庫お皿お皿お皿水水水何も構いませんでした。私はその時利用に言いました。もう一つが多分エクスペリメントね、サルベ必要です。それがサルベ何ですか？よくない言葉、例えば暴力、暴力、暴力、暴力。例えば、お化け、お化け、お化け。で、もし何回も
で、一つオプションが神、神、神様、神様、神様、一つグループ唱えます。結果、もう一つはグループがプッシュ、例えばお皿、お皿、お皿、お皿。もう一つグループが、なんでお化け、お化け、お化け、お化け。もしそれを比べますと、最初のグループが何ですか？心とても何ですか？喜びみたい。楽しみ、幸せ。結構長い、もちろん。一日でわからない。半年ぐらい。もう一つグループが普通。その周囲人がいっぱい。あれもう一つお化け、お化け、お化けで心は保つ的になります。ね、お化け、お化け、お化け唱えますと、保つ的になります。と今わかることですね。どれぐらい心の the power of the word。言葉の力どれぐらいあります？わかりますか？それぐらいサルベしなくても個人的ですぐわかります。例えばもしあなたの知り合い人に、おお、あなたとても素晴らしい方です。それでその人を、まあ、あなたの知り合い人に言います。あなた素晴らしい方です。その人の何が結果、心の何がインパクトですか？とても喜びます。あ、もし、あなたばかりです。です。そうしますと、とっても怒りませんか？言葉で、ね、言って、両方言葉でしょ？両方言葉ですけれども、結果見てください。全然違う。一つの結果がとても素晴らしいです。もう一つの結果がとても悪いです。ファイティング始まる。喧嘩始まります。Just one word can end a lifelong relationship. Just one word. 英語わかりますか？ Just one word. 一つ言葉だけで。Long time relationship. 長い。関係、ね、長い関係。Long relationship 長い時間続けている関係はすぐ消えるの可能性あります。To see the power of the word、ね、言葉の力。そして我々は大事、言葉を唱えて神様の悟るをできます。あ、その別の言葉でだとはね、動物のレベルに、ね、堕落するの可能性あります。で、悟りたてなんですが、神様の名前唱えのジョパムですね。ジョ、繰り返し、繰り返し、繰り返し。ラモクリシノ、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 いつも唱えます。朝から夜まで、ね。死ぬまでずっと唱えますと、人は本当は悟るものができます。そして、We should be very, very 気づきは大事です。言葉はどれぐらい大事です。そして、バゴバギターのいろいろ、それについて言いますと、プツは出ないですからね。プツは気をつけてないですから、苦行のこと出てます。自然で出てますから、自然で抑制ね、言葉の、ね、感覚を抑制することができたら、それは釘を言わないですね。それこれは普通はできてないですから、釘を、のことを考えて出ます。ね、釘の助言のことを出てます。ね。スピーチレベル。トポスさん。バーチック、ワーチックタポシアですね。ワーチック。で、バッキア、例えば言葉ですね。言葉、ワック。それが言葉ですね。ワック。話、バック、言葉。ワーチック。
ワーチッ。それが形容詞です。アジェクティブ。ですね。それがワーチック、パポッシャン。パポッシャンして釘を。そして、パポッシャン、例えば釘を、メンタルディシプリン、of which the speech ですね、レベルアップスピーチ。スピーチのレベルで、それ我々の釘を。で、今は、最初はこれは、イントロダクションですね。それは反対、紹介して、ね、それで、で、まあ、ゆっくりゆっくり、それ我々は読みましょうですね。最初は何ですか？オヌドゥベーガーからのワッキョン。ね、オヌドゥベーガーからのワッキョン。例えば何ですか？言葉を、何の種類言葉を使うこと必要です。他の人に傷つけない、ね、他の人に傷つけない言葉を使う。これは日本人にのに難しいではない。うん、それで、とても何が考えないといけない。なぜなら先言いました。で、one wrong word can end a lifelong relationship。先言いましたね。離れる。人と人を離れるの原因が良くない言葉を使う。だけではなく、いろいろ暴力の原因も同じ。それも可能性あります。そう、オヌドゥベイガカロンバッキョン。他の人の心配を増やす。心の気持ちは悪くなる。ね。それを、について気をつけないといけない。同じ、メール送るときね、人と人にいつもメール送ってますね。E メール、例えばチャットライン。そのときも気をつけないといけない。同じ、なぜなら結果が同じ。で皆さんの批判ね、もう否定のやり方とかあります。ありますけれども、できるだけそれも気をつけないといけない。ね、そして一つチャレンジです。間違いことを言わないといけない。それもあります。絶対必要です。ですけど、どのようにそれを、ね、関係ある人、その人に、そのことをどのように言ったら、その人の心を傷つく、何が気持ちを悪くならない。悪くならないように考え大事です。そして、オヌドゥベーガーカロンバッコンですけど、我々普通は、ね、時々それをそこまで考えないで、ずっと。使ってます。そして、バガヴァッド・ギーターの一つは、大きな助言はそうです。で、なぜ人間のコミュニケーション、とても大事ですからね。コミュニケーションについて、我々は一つ、バガヴァッド・ギーター言ってます。それを気をつけてください。オヌドゥベーガーカロンバッキョン。ね、これ、リオ、You just read that translation, what that? 同じことありましたね。ああ他人の心を苛立たせず。So think, if another person used that word to you, how you would feel? もし他の人は同じことをあなたに使ったら、あなたの心は状態は何で、何の可能性あります。状態、何の状態になるの可能性あります。それを考えてください。
すぐわかります。But do you think about this? We just send mail. そしてとってもとても気をつけるが必要です。話の時、メールを送るって、私はできるだけ補活するね。補活的な意味で私はできるだけ皆さんに説明しています。聖典の中に、聖典の注釈の中にそれぐらい詳しいこともないですね。ないかもしれない。私はあまり見たことない。ですが私はできるだけ、ね、神様からサプライ来て、ね、私は、レンパイプみたいですね。で、レンパイプわかります。レンパイプ。私のロールがレンパイプですね。レンパイプ何ですか？シャンティ？雨どい。So we are just 雨どい。Whatever the rain comes from the 空、ね、雨が降ってますね。So we are like the rain pipe. 人が考えると、レンパイプから雨どいから来て、本当は空から来てます。我々はもし、ちょっと新しいアイデア出ますと同じ。神様、タクスラームクシュンから出てます。ホリマダから。で、それを一つはこれを大事です。次は何ですか？サッティアム。正しい言葉を使ってください。それも大事。ね、真実。真実ありますね。トランスレーションの中に真実。ですけれども、簡単ではないです。これは本当は実践したいなら、いろいろ何が、例えば困るの可能性もあります。ね、例えばビジネスでいろいろ人間関係でもし本当は正しいこと言いますと、で、それの可能性絶対あります。ありますけれども、神様は本当は真理ですね。真理の一番基礎的なレベルは真実です。真実は一番、ね、これが基礎です。真実の実践。それで上がりますと、で真理はできます。もし基礎越し、もし弱い、弱くなったらね、基礎が弱くなったら、それの上を作った建物はとても弱くになりませんか？そして皆さん、真実は使わない、ね、で、使ってない、正しいことは使ってない、結構嘘を使ってます。ですけれども、真理を悟りたい。それが無理です。無理です。できないんです。そして、スラームクシュン言ってました。ショットカタコリールタポッシャ。正しいことは言う。真実の実践。コリーユゴ。現在。本当は釘を見たいです。なぜなら、チャレンジングです。とてもチャレンジングです。ですね。ですけれども、これが大事です。でもう一つ何ですか？プリアヒトンジャジャット。これ二つそれの中にあります。プリア、もう一つはヒトン。それ二つあります。でそれを後で、次のクラスの時、それを説明します。皆さん、ありがとうございました。今は最後の祈り。オーム・プールナマダ、プールナミダム、プールナート・プールナムダッチャティ、プールナッシャ・プールナマダヤ、プールナミワ・ワシッシャティ、Om Shanti 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 Hari Om
tatsat. Sri Ramakrishna Rupa Namastu.